それで、その時に、調子に乗って、スペインまで行って、で、スペインからモロッコに入ったんですよ。スペインからモロッコに入って。で、モロッコっていうのも何の知識もないわけですよ。映画、モロッコって映画ぐらいは見てるような気がするんですけれど、あとカサブランカの映画見てる気がするんですけど、そのレベルでもう知識が止まっちゃってるから、何の予備知識もないし、で、入ってみたらイスラム教なんですよね。で、なんだこれは、こんなの聞いたことも見たこともないって思って、無知だったんですね。で、入って、そしたらば、人が騙しに来るわけですよ、人を。いきなりその入ったその時に、僕はそのスペインのお金しか持ってなかったんで、そしたら、両替をしてあげようって。ああ、それいい人、親切だって。旅先で出会う人はみんな親切だと思ってたんで、その自分のお金をあげたらば、もう持って行ったまま戻ってこないわけですよ。で、僕は1時間以上待つの。いつ戻ってくんだろうって。いや、これは待ち続けなきゃいけない。信じて待つんだと。走れ、メロスと同じだと。メロスはきっと来るって思ってた。来ないわけですよ。メロス見やしないじゃないかっていう感じで。で、メロス来ないし、そしたら次にまた来て、どうしたって言うんで、いや、こうやってこれ待ってる。そいつはね、きっと来ないって。ね、かわいそうにって。じゃ安心しろって。僕が、なんとかしてやるって言って、そいつをまたですね、僕から結構ふなびって言ってですね、なんだって、二人もメロス来ないじゃないかって思ってですね、ああ、どうしようって待ってたらば、三人目が来たんですよ。で、三人目が来て、あ、それは大変だって、二人も騙されたな。気の毒だって、もう、今夜泊まるところもないだろうから、うちへ来いって言って、で、うちへ、その人のうちへこう連れてってくれたんですよ。男の一人暮らしだったんですけど。ああ、いい人だって。もう本当にやっぱり3人目の正直で本当にいい人に出会えた。その人はお茶ああ、が、それは本当にいい人だ。いい人だった。で、お茶入れてくれたんです、お茶。ミントのミン入っトたお茶。ティー。生まれて初めて飲むミントティーって、こんなこの世の中に美味しいものがあった。こんなうまいものをごちそうしてくれた。もういい人に違いないって思ったんですね。で、僕の、お前着てる服が随分汚れてるだろうから、ちょっと洗濯してやろうって言って、そんな申し訳ないって言ったら、彼はそこで洗濯を始めた。僕の、その T シャツ脱げて、カチカチカチって。で、その洗濯をしたやつをですね、自分のその泥壁の家のですね、屋上に行って干して、で、満天の星の下干してくれて、ああ、なんていい人だった、素晴らしい。で、そしたら、お前はこれからどこへ行くんだって言ったら、いや、この間からモロッコ旅したって言ったら、そうかって。うちを根城にして、いろいろなとこ行くといいって。うちからモーリタニアに行ったやつもいるしとか言って、そういうことを言うわけですよ。で、なんか横にね、バックパックが1個置いたんだ、空のバックパックが。こいつは今ね、ここからモーリタニアに行ってて、うちで荷物預かってるんだとか、ああ、なんていい人なんだ、この人はそういう親切の塊なんだと思ってですね。で、次の日になったらば、じゃあ街を案内してやるかなって言って、で、街を案内してくれたんですよ。で、じゃあタクシーに乗ろうって。タクシーに乗ってですね。で、彼がタクシーのお金払うと、いや、いいからいいから、タクシーのお金も払って。そして案内してくれてるんですけど、観光地じゃないんですよ。なんか友達のところに行くんですよね。鉄工所みたいなところに行ってですね。鉄工所の友達に会って、なんかベラベラ喋ってて。で、じゃあご飯食べに行こうって言って。なんか汚いボロボロのなんか食堂みたいなところに行って。で、そこでご飯食べて。そしたらば、なんか、お勘定は、いや、僕は払うって言ったら、お勘定高いんですよ。千何百円かしたんですよね。本当に、あ、すいません。モロッコも最近高いんだろうな。ちょっと高いからしょうがないって。そうやって、次のとこ行って、なんかまたお金払って。で、結構長く払わされてるんです。でね、モロッコってもうちょっと物価安いんじゃないかなと僕は聞いてたんだけど、高くてね、ちょっとびっくりしてるって言ったら、そいつが、はあ、そうか、君はまだ知らないんだなって言うんですよ。君は知らないんだ。君さっき食ったのは何だって。いや、鶏だって。お前ね、砂漠の国で鶏がね、簡単に食べられるはずがないだろう。そりゃそうだねって。砂漠の鶏ってのはね、どうやって捕まえてくるか知ってるか、お前。いや、知らないって言うな。ハンターたちがね、銃を持ってですね、サハラ砂漠に向かうんだ。そして鶏を見つけて、なんでって、そうやって持ってくるんだ。ああ、それだけ、そんなに苦労して鶏を買ってきて、ハンティングで取ってきた鶏が、それは高いのもしょうがない。そうだよ、わかるだろ。だから鶏うまかっただろ。言われたわけですよ。もう、それ全て信じてですね。すごい。サハラ砂漠ではその鶏をハンティングしてやってみるっていうね。で、そういう、で、まあ、だんだんでもおかしいことも分かってくるんですよ。なんか変だね。夜寝ながら考えて、いや、鶏って砂漠にいないよな、と思って。鶏って普通飼ってるよな、みたいな。で、他のとこ行くと鶏、コケコケコケとか言ってさ、いっぱいいるんですよ。その辺も いるんですよ。いや、これ違う。
この鶏じゃなくてって言って。でも、サハラにもいるのかもしれないとか、まだ疑いきれないみたいな感じで。まあ、それでですね、まあ結局その人が、ずっと次の日、一日、連れ歩いて、最後に別れるときには、またお金を要求されてですね、あ、そうか、この人もあの二人と同じだったんだっていうことに気がついて、そこで、あ、そうか、世の中は、いい人たちばかりじゃないんだと。うん、こっちがバカだと、どん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 騙されるんだと。っていうことを初めての時知ったんですよね。あ、そうか、うん。世の中を知るっていうのは、勉強とかそういうこと、まあ学校で勉強もログインしないんですけど、勉強しないとダメなんだってことに気がついて。で、そこからまた面白くなっていったとかありますよね。うん、それは懲りたんじゃなくて面白くなったんですね。面白くなりましたね。それで一旦ですね、すごい傷ついて、スペインにね、避難したんですよ。で、スペインに避難して、で、またちょっと、時間的にゆとりがあったんで、うん、で考えて、ちょっと尺だったんですよ。で尺でしょうがなかったから、うん、よし、今度はもう騙されるものが、もう絶対騙されないぞってことで、もう一回モロッコに入って、で、そこから、アルジェリアとかですね、ずっと、チュニジアまでずっと抜けたんですけれども、それは学生の時なんですけどね、で、その時にアルジェリアに入ったらば、アルジェリアは、社会主義国で、モロッコに比べると、はるかに、スレッカラシな感じじゃないんですよ。まあ、貧しいんだけれども、スレッカラシでは全然なくて。で、そこで本当に親切に危険されたんですよね。アルジェってほとんど当時宿が見つからなかったんだけど、たまたま知り合った人が自分家へ来いって言って、そこは本当に丘の上の素晴らしい邸宅で、そこでお世話になって、もう、要するにモロッコで受けた、みんな嘘だったことが、アルジェリアでは本当に全て、無償の親切を味わうことになったりした。世の中いろんな人がいるんだなと思ってですね。うんまあ、そんなことがありましたね。